皆さんこんにちは、いくよママです。皆さん聞いてください。私いくよママは皆さんを元気にするためにエロだけではなくて新しいことを始めます。イエイ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 。はい、私はですね、自分のお店長野と川崎にあるんですけど、そこでセクシーなスナックをね経営してるんですけども、そちらで、食堂、リッツっていうお店なのでリッツ食堂っていう形で、私の手料理を振る舞うっていうね、ことをやってきたんですけども、これからですね、それをさらに進化させて、皆さんがギンギンに元気になっちゃうギンギン飯というのをね、皆さんにお伝えして、皆さんによりギンギン元気になってもらおうっていうのをねやりたいと思います。はい、で先日ですね、お店の方で撮影した YouTube 見てもらったと思うんですけども、そんな感じで、私のギンギン飯、元気になるパワー飯をね皆さんにお伝えするとともに、このねギンギンになる料理をですね、プロの方に作っていただいて、その様子レシピを皆さんにご案内するってことで、先日長野のねだるまさんっていうね面白いママだったよね。はい、ママに、料理を作ってもらう、これを YouTube でアップしました。ご覧ください、ぜひ。でやっぱりね、食べることってすっごい大事だと思うんですよ。私よく言うんですけど、食べることは生きること。やっぱり人間、例えば亡くなる前とかって食欲がなくなったりとか、動物とかもそうじゃないですか。あのワンちゃんとかね、私も飼ってたんですけど、やっぱ亡くなる前は全然食べなくなっちゃう、そうするとやっぱり弱ってしまう、なので食べるってすごい大事で、いくよママチャンネルの所作さんにはね、男性陣も女性陣も元気でいてもらいたい。なのでこれを食べたら元気になるみたいなものをね、どんどん発信していこうと思います。かなり楽しみなんですけども、で今日はですね、わーい、私がよくパワー飯でね作ります、これ大和芋。大和芋ってすごいよね、硬いの。このまま食べても美味しい。そこにこの間もご紹介した一平食品のね、もつにんにく漬け、これをかけちゃう。これね元気になる。いただきます。これは私がやってる簡単な元気飯なんですけど、やっぱりプロの方にこれ食べたら元気になるぜみたいのを教えてもらえたら皆さん楽しくないですか。なのであちこち居酒屋さんとかレストランとか料理人で私と一緒にギンギン飯を世の中に広げて、世の男性陣を元気にしようっていうね、この企画に賛同してくださる方を募集してます。はい、そういう方がいましたら私 YouTube の撮影に行きますので、はい、ぜひ世の中の人々を食で元気にするこの活動、一緒にやっていただける方募集します。はい、コメント欄ください。または私 SNS いろいろやってますので、 SNS にメッセージいただけたら嬉しいです。はい、私もね51になりましたけど、まだまだ元気にいくために食事は大切だと思います。なのでいくよママチャンネルでこのギンギン飯をどんどんお伝えして、はい、私もギンギン飯を食べてギンギンに人生エンジョイしていきたいと思います。今日は新しいことを始めるよっていう動画でした。ギンギン飯でした。始めるよみんな、世の中にギンギン飯を広げていきましょう。いくよママでした。これからも頑張るよ。ギン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 。